GTS の処理者インタビューです。市村沙樹選手にお越しいただきました。おめでとうございます。ありがとうございます。今日は連勝です。はい、よかったです。前半はちょっとすみませんでした。ね、ちょっとね、トップの方に行かれたということでね、はい、今じっくり聞かせていただきますので、はい、よろしくお願いします。それでは映像をご覧いただきます。さあ、今日は、ニコースからのスタートでしたけれども、ここでのスタートいかがでしたでしょうか。ちょっと手前で調整しちゃったんですけど、はい、はい、しっかりいけたと思います。はい、前半もね、バッチリ決まってましたね。はい、はい、ここから一番くに向けてです。このスリットコというのはどのように、そして合わせてね、昨日と合わせて3連勝になり